新型コロナウイルスの感染者が県内で新たに270人確認されたことが分かりました。感染者は5日ぶりに300人を下回りました。県は、今日午前10時までに新型コロナの検査を566件を行い、新たに270人の感染が確認されたと発表しました。自治体別では、金沢市が104人、加賀市が36人、 白山市が26人となっています感染経路別では感染者と接触があった人が67人感染経路がわからない人は全体の75%に当たる203人となっています年代別では10代が61人と最も多く20代が44人、30代が42人となっていて30代以下が全体の70%となっています 直近1週間の新規感染者数は2129人で、きのうより下回りましたが、7日連続で2000人を上回っています。